どうも。相変わらずサッカーの日だけは天気が安定しないなと思ったシャルルです。はい、風が強い、2節連続と土曜日はなんか雨っぽいですね。気をつけてくださいって感じで。はい、ってことで J2 リーグ第12節ヴァンフォーレ甲府戦、日本王者に対して底上げを期待してるシャルルです。はい、ってことでプレビューっぽいやつやっていきたいと思うんですけど、試合とは特に関係ないんですけど、まあ、甲府サポ向けなんかな、主に。見てくれてる方いるかな？いるといいな。G7 が、29日から、高崎で行われてるんですけど、その辺に対しての交通情報、まあ、いろいろ混雑の予想とかがあるみたいなので、まあ、そこは余裕、車とかでね、来る。あと、バスとかもそうかな。うん。来るなら、まあ、混雑とかあるので、時間に余裕持って動いてくださいっていう感じです。まあ、ザスパの公式ツイッターにいろいろ情報出てるので、よかったらそちら参考にしてみてくださいってことで。まあ、そうだよね。なんか行ってみてなんかめっちゃ混んでるっていうの嫌だろうからね。よかったら俺の見て。まあ、ザスパのツイッターに詳しく書いてあるので、よかったら見てみてくださいってことで、プレビューっぽいやつやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ってことで、町田戦の前節の甲府のスタメンと、対戦成績と直近5試合の成績。得失点パターンですね。前節の町田戦は町田に 1-0 で勝ったってことで、あの得点すごい崩し方綺麗でしたね、本当に。うまくパス繋いでって、うちがいわき戦の1点目でやられたような感じかな。そうだね、後ろが3枚になる、後ろ3枚っていうかまあ、4枚気味になって、4枚で戻りかけてるところでセンターバックを、と、サイドバックのところ1枚剥がされて、それで横に1枚パス刺されたところでもう1枚のセンターバックが食いつかれた中で3人目の動きっていうのが、まあうちの失点でもまああるっちゃあるので、まあそこはパスワークには注意したいところかなと思います。はい、だいぶ喋ったねこれだけで。まあ基本的には 4-2-3-1 で、まあここは監督が、就任前から明言してたんで変わらないと思います。ってことで、対戦成績は、うちから見て4勝3敗、4勝3分け13敗ってとこで、前回は1-1、うん、です。はい。言うの忘れてました。スポーツエリアさんから画像すべていただいております。よかったら概要欄にリンク貼ってるので見てみてください。で、貯金5試合、うちは3勝1分け1敗、甲府は3勝2敗ってところで、仙台に0-3あったね、そんな試合ね。長崎にあっちから負けた感じかな。うん。で、得失点パターン。ですけど、甲府の失点はセットプレーがかなり多いですね、なんか。かなりでもないか。5点くらいか言うて。ああ。かな？んで、逆に得点もセットプレー、ショートパスってつなぎが結構目立ってるところかなと思います、スルーパスから。うちはスルーパスでの失点はないので、まあそこはそんな大きく心配しなくていいところかなと思います。はい。まあ、噛み合ってるところで言うと、クロス、うちから見ると、うちの得点と甲府の失点見ると、クロスがちょっと同じような感じで、得点とか、甲府の得点とうちの失点パターン見ると、セットプレーがちょっと近いところかなって感じです。はい。まあ、そんな中で、1個だけなんですけど、かなり気になったのがあったんで、31分から45分の得点、得点。あ、これは、この画像自体は、甲府の得点率とうちの失点率で、この10試合ですね。ってことなんですけど、前半の終盤の得点率が、かなり高いですね。ごめんなさい。飯後なんでなんか喉に疲れてる。はい。ってことで、まぁ、あ、ちょっと、特大に目立ってるなと思ったので、ちょっと上げさせてもらいました。うん。まあ、なので、ちょっと前半の、終わり方とかっていうところは、うちは注意すべきなんじゃないかなって感じはしますね。まあ、言うてうちもそんな失点は多いところではないですけど、まあ、時間帯別で見れば多い方ではあるので、まあ、そこは本当に終わり方、締め方についてはちょっと考えた方がいいかなって感じはします。はい。ちょっと編集ミスで、ちょっとなんかいろいろ事故ってるかもしれないけど、はい。
まあ多分、もうちょっと、向こう1個目の方について喋りたかったなと思ったけど、そんな喋ることがなかったって感じで終わってたと思います。はい。つなぎ下手だったらごめんなさい。はい。ということで、注目選手、内ヶ畑さん、山中佐藤ちゃんで、甲府からは川田選手、三平選手、宇田川選手。ということで、まあ、甲府の川田選手、三平選手は、まあ、天皇杯、去年の天皇杯でかなり輝いてた、二人だと思うし、今も、今シーズンも輝いてる、守備の、まあ、大黒柱、守護神としても、まあ、三平選手をフォワードと見るかって考え方もあると思うんですけど、まあ、ちょっとトップ下ってところで、まあ、上げさせてもらいました。まあ、宇多川選手は言わずもかな、まあ、年齢知らずって、衰え知らずっていうのかな。まあ、その辺はやっぱり注意したいところかなと思います。まあ、それに対して、畑尾選手がうまくつく、で、あと山中のサイド切り裂くドリブルだったり、クロスっていうので、川田選手から、まあ、ゴール取んないと、まあ、勝てる試合ではないので。あとは佐藤ちゃんが最近おとなしいので、そこは、マークが厳しいからね、長倉と佐藤ちゃんは。そこは注意したいところかなと思って、うまく剥がせれば、また勢いに乗ってくれる選手かなと思うので、まあ、そこは期待っていうところです。はい。ってことで、モアアグシーブ、はい、ってことで、はい。ちょっと訳あって、俺、甲府戦、ちょっとリアルタイムもできないし、スタジアムにはいけないんですけど、まあ、皆さんの応援で、なんとか勝利をって感じで。まあ、このまま本当にまた引き分けとかだと、変に沼にはまる可能性もあると思うので、まあ、そこは気をつけて。あとは G7 に始まりも言ったけど、そこは、行く人、まあ、甲府、札幌に限らず、群馬の方も注意していければなと思います。はい。ってことで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。連戦いいスタート切りましょう。おスライスー。